子供の国語力というのは幼児期に決まってしまうわけです。幼児期に決まってしまうということは、まあ、基本的な国語力というのは小学校へ入学するまでに決まってしまうということですね。それを私は知ったのはこの世界に入って間もなくのことでした。基本的に国語力の、まあ、劣っていると言いますか、本当に国語が苦手だという子どもが、まあ、たくさんいたわけですね。でその中で、まあ、そういう子どもたちを私はある日集まってもらいまして、夏休みだったんですけども、ある日集まってもらいまして、他の子どもとどこが違うのかということを調べさせてもらったことがあります。幼稚園の子から中学1、2年生の子までいました。そして、まあ、いろんなテストをしてみたんですけども、まあ、なんて言いますか、その国語力はもちろん苦手ですけども、知的な能力に原因があるとも思われなかったし、何かこう例えばある特殊な能力と関係しているのじゃないかというような関連性は私なりには見つけることはできませんでしたけども、しかしそうした子ども4人いたんですけども、4人の子どもの共通点といいますかね、がそれが分かってきたわけです。それで子どもたちの国語力というものに、まあ、どこに原因があるか、まあ、国語力がないということについてですね、どこに原因があるかということを、まあ、私なりに4つにまとめました。その第1はですね、使う言葉が非常にだらしないということです。例えばある男の子はですね、小学校2年生の子だったんですけども、僕じゃん、行くじゃん、学校じゃんっていうふうにね、浜松ではじゃんをつけるんですね。僕じゃん、学校じゃん、行くじゃんっていうですね、そうするとじゃんをつけるとなんとなく会話になってしまうんですけども、じゃんを取るとですね、僕行く東京となるわけです。僕行く学校、僕じゃん、行くじゃん、学校じゃんってこういう方するんですね。そうすると、まあ、会話の中では一応それはそういったその会話は成り立つわけですけども、文章にした時にはそれはもう文章にはできないですね。僕行く東京、私本読むと、あ、面白い、じゃあ文章にならないわけですね。でたまたまその中学1年生の男の子でしたんですけども、1年か、ごめんなさい、1年か2年だと思うんですけども、戦国自衛隊という映画が初期版ですね、が当時あったんですね。で、まあ、こう SF 的な面白そうな映画だったんで、僕も興味があったんで、その子供にですね、どの映画だったって聞いたんです。そうしましたら、その子がですね、先生、バリバリ、ジャジャン、ドドン、すげえすげえ、戦車、ドカン、ドカン。そういう言い方をするんですね。それで私はその、ストーリーを知りたかったんですけども、ストーリーが、その子は的確に言えなかったんですね。どんな映画だったって聞いても、すげえすげえ面白い、ドカンドカン、バンバン、そういう言葉を繰り返すだけだったんですね。で、もう一人の子供はですね、ある女、ここは小学校4年生の子だったんですけども、使う言葉の数が非常に少ないということに気がつきました。何か話しかけても、うん、うん、あれは、ダメ、ダメ、あれは、うん、うん、こういう、あれはまあまあという言葉ですね。例えば今日学校で何があったの、うん、うん、まあまあ、どんな勉強、うん、まあ、勉強して楽しかったの、うん、まあまあ、こういう感じなんですね。非常にこの使う言葉の数が少ない。まあ私、印象としては当時ですね、1日15ぐらいの単語で済んでしまうんじゃないかと思うぐらい、単語の言葉の数が少なかったんですね。学校はどうだったの、まあまあ、テストはどうだったの、まあまあ、そんな感じなんですね。そこで3つ目の特徴はですね、そこで私はそれじゃいけないと。そこで私はですね、その子供たちに正しい言い方をさせようとしてみたんです。例えばここに本があります、私はこれからこの本を読みます、というようなことをですね、言わさせようとしたんですけども、そこで面白い現象が起きたんで印象に残ってるんですね。というのはどういう現象かというとですね、照れてしまうんですね。ここに本があります、私は本を読みます、言ってごらんというとですね、その、私、読む、読む、って感じなんですね。
で、その表情というかね、あの動作というか反応の仕方がですね、ちょうどその英会話をこの覚えたての子供といいますか、教え始めの子供が示すその、あの様子に大変よく似てたわけです。英会話をね、初めて子供に教えて話させようとすると、まあそういうような、表情といいますか、様子を示しますね。私がですね、例えば、I am glad to see you 言ってごらんって言ったら、I am glad to see you こういう感じなんですね。で、私はその、まあ、別のところで英語も教えてたもんですから、あ、なんだこれ、この子たちにとっては日本語っていうのは、英語なんだなと。そういうふうに外国語なんだなっていう印象を持ったわけです。そこで、まあ、文章をその読ませるんですけども、今度文章の内容が理解できないんですね。で、私はそこで4つ目の特徴はですね、声に出させて、声に出してですね、子供に声、読んでごらんと。で、声を出させて読ませると理解できるんですね。それは一回自分の音をですね、出して、それを一回耳を経由して、自分で自分の音を聞いて理解できるというメカニズムじゃないのかなって、その時は判断した。まあ今はね、識字能力とか、ディスクリミネですか、そういった問題もありますから、簡単にはそれだけでは言えませんけども、まあともかくもその、国語力が基本的に劣っているっていうことも、に集まってもらい、自分なりにその、まあそういう4つの特徴を見出したわけです。で、原因は何かということなんですね。どうしてそういう風になるかということなんですけど、その原因がですね、すぐ分かったんですね、これが。それで、その時に、4年生の女の子だった、あ、ごめん、年長だったかね、女の子のお母さんがですね、まあ、時間が来たということで、迎えに来たんです。それで、お母さんに、まあ、ちょっと教室の中に入っていただきまして、実はね、お母さん、あなたのお嬢さんですけども、どうしてその国語が、まあ、というか話し言葉というかね、国語が苦手だということが、自分なりに分かったんですけど、っていうような話し方をしたと思うんですね、その時にね。そうしましたらね、お母さんこういう言い方するんですね。いやね、ダメね、うちの子ったらダメね、本当にダメね、困っちゃうね、ダメね、ダメね、ってこういう言い方するんですね。それでもうピンときたです。あ、原因はお母さんだということなんです。母親がですね、はっきり言います。子供の国語力に、決定的なと言いますか、影響力を与えるのは母親なんですね。他の、ま、人ではない母親なんです。で、母親がですね、例えばですよ、幼稚園バスが来る。その時にですね、母親が子供に向かってですね、バスバス、ほら、バスバスバスよ、帽子帽子、ハンカチ持ったの、ハンカチは、こんな言い方をしてたんではね、子供にね、正しい日本語が、と言いますか、語学って、語学力というか、それが育つわけがないんですね。で、ですから、やはりこの子供に向かってはですね、お母親がですね、ほら、もうすぐバス、幼稚園バスが来ます。あなたはハンカチとティッシュペーパーを持っていますか、お弁当を持っていますか、幼稚園の先生に会ったら、おはようございますと挨拶するんですよ、というような言い方で、きちんとしたと言いますかね、しっかりとした、日本語で、話しかけてあげる必要があるわけです。そういう積み重ねが、まあ、1年、2年、3年、4年と続いて、初めて子供は、まあ、きちんとした話し方ができるようになる。またきちんとした日本語を理解できるようになるということなんですね。で、そういうことを言いますと、最近のお母さんは、いや、ちゃんと私はそのね、毎晩本を読んであげてますとか、あるいはテレビでちゃんとテレビを見てるから、日本語の力はあるはずだというふうに考えますけど、まあもうテレビがね、バラエティ番組に代表されますように、まあ日本語そのものがもう全く破壊されてしまってますから、あんなのいくら見せても日本語力なんか育つわけがないんですね。それから本を読んであげるということは、これは無駄じゃないんですけども、言葉というのはですね、自分で使ってみて初めて身につくものなんですね。毎日その、英語のビデオをですね、字幕版を見てるからといって、その人が英語を話せるようになるということはありえませんね。別なんです。脳の構造からして言葉というのは、自分で話してみて、使ってみて、理解して、そして、初めて、話せるようになると言いますか、身につくわけですね。ですから、その部分がないと、いくら本を読んであげても無駄とは言えませんが、まあ、言葉の教育については、それほど効果は期待できないということになるわけです。で、そこでよく誤解されますけども、誤解というか、
小学生の場合、まあ、中学高校になってきますと話は違いますけども、理科社会にしてもこれはあの国語的な社会、国語的な理解というふうに理解した方がいいです。ですからあの言葉能力、言語能力がですね、基本的に劣っていることの場合はあの理科社会にも大きな影響を与えます。もちろん算数にも与えますね。あの小学校 3,4 年生になってきますとだんだんはっきりしてきますけども、あの文章題が読めないんですね。文章題がですから、あっちにある数字、こっちにある数字をくっつけて適当に足し算してみたり掛け算してみたり割り算をしてみたりというような、まあ、そういう現象となって現れてくるわけです。そこで、まあ、そういう場合は、まあ、指導方法は2つありますね。先ほど言いましたように、一つは一度声に出させて読ませてみると、声に出して読ませてみるということですね。そうしますと、あの子供は、あ、分かったと言います。もう一つの指導方法は、あの一度文章をですね、別の紙に書き写させてみるんですね。そうすることによって読みはもちろん深くなりますし、意味も分かるようになるわけです。まあ、指導方法としてはそういう方法もありますけども、基本的にその、まあ、なんて言いますか、その言語能力が劣っている子供っていうのは、まあ、他の科目にも大きな影響を与えるということです。ですから、まあ、幼児期、まあ、それもおそらく、まあ、臨界期と言われている2歳、3歳と言われている時期ですけども、その時期までにですね、あの、正しい日本語で、豊かな言葉、そうそう、言い忘れるところでしたけども、豊かな言葉で話すということですね。わあ、すごい、すごい、ああ、すごい、わあ、すごい、すごい、すごい、だけじゃいけないということなんですね。素晴らしいですね。素敵ですね。まあ、いろんな言い方できると思いますけども、夕日を見ても綺麗ですね、ロマンチックですね、感動的ですね、とかともいろんな言い方ができると思います。そういう豊かな言葉で、お母さん、これお父さんというのもお母さんですね、お母さんが話しかける。そして、正しい言葉で話しかける。その点ですね、英語っていうのはあのきちんとした言葉でして、日本語とかなり違うんですね。私感動したのはですね、感動っておかしな感動ですけども、あの友達同士が喧嘩を始める場面を見ちゃったんですね。でその時にですね、 What are you? What are you? で喧嘩が始まったんですけども、一人の男はですね、相手の顔をね、その瞬間パチーンと殴ったんですね。その時の殴る瞬間にですね、その友達はこう言ったですね、 I punch shit out of you。 これどういう意味かというと、僕は君を殴って君からクソを出してやるという意味なんですね。でその日本語じゃそこまで言えないですね。I'll punch shit out of you. I will punch shit out of you という言い方なんですね。それをですね、手を振り上げて相手の顔を殴るまでの、まあ、0コマ何秒でしょうね。というその瞬間に言うんですけども、そんな言葉ですらもちゃんと主語動詞、目的語、それから保護まで、まあ、文法的に言えばね、保護の部分までこうきちんとあの なってるわけです。いわゆるその文章にしても、きちんとした文章になってるんですね。でところが日本語というのはそうではなくて、まあ、非常に、まあ、ウーパールーパー的なところがありまして、この、未熟なんですね。未熟なまま完成しているというおかしな言語なんですね。で だから、例えばもう変化、どんどん変化するんです。まあ、もう今ですね、あの、戦時中に書かれた文章をスラスラ読める子供といいますか、あの、若い人はもういませんね。もう言わんや大正時代や明治時代の、まあ、日本になりますと、もう辞書なしではもう読むことができない。言わんやもう中古文、あるいはその古典なんかなってきますと、もうちんぷんかんぷんと言いますかね、全く意味がわからないと。そういう状況になるわけ。今のこの時点においても、どんどん日本語は変化してますね。先日もある女の子が、今日デニルなんて話しかけてましたから、なんだろうなと思って聞いてたら、デニルっていうのは、デニーズというレストランがあるんですけどね。そのデニーズへ行って、まあいろんなことを喋るという意味で使うんだそうですけども、そういうふうにこうどんどん新しい言葉も生まれてますけども、また携帯電話に影響なんでしょうか。非常にこう単語をくっつけて短く話すというような言い方がまあ主流になってきてますから、っていう言い換えますとどんどん変化してますから、まあそれについてくるのも大変ですけども、言い換えますと、まあ言語能力がどんどん落ちているということなんですね。言い換えますと、まあ作文能力がどんどん落ちているということなんです。まあこれから日本がどうなっていくか私もわかりませんけども、今話して私が話しているこの言葉にしても、おそらく100年後、50年後にはもう理解されないのではないのかなというふうに、まあ思うというよりも心配しています。要するに、まあ、結論からもう一度先に戻しますけれども、子供の言語能力、言葉能力を決めるのは母親であるということなんですね。母親がですね、まあ、まあ、発音にしてもそうです。めめ、元気ってこの変な話し方をしてて、子供に正しい言語能力が育つとは私は考えていません。
それでは失礼します。